だけども、サポーターとかスタンドっていうのはね、日本と比べるとどんな違いますか？いや、まあチームによりますけど、自分の今いるチームは、まあ、ちょっとそんなにサポーターはいないんで、でもやっぱそこは J リーグの一体感っていうのは、サポーターの一体感っていうのはやっぱ J リーグすごいなっていうのは思います。まあ、だけどヨーロッパのベルギーでも、その上位のビッグクラブのチームとかのスタジアムとかサポーターとかは全然ちょっとレベル違いますよ。 J リーグあっちの方がやっぱすごいし、もうスタジアムのまず作りが違うんで、観客の人数も違うし、あっちの方がまあ、あ、もうすごい熱いっすよ本当に。なんか実際にまあテレビで見たり、まあ、ただ見学してるのもいいんですけど、なんか実際にこんなサポーターいたなみたいなのって何かありますか？まあ、スタンダードリエージっていう、まあ、ベルギーリーグの中でビッグクラブのチームとやった時に、なんか 0-0 でこう悪い時間帯になってコーナーのチャンスとかになった時に、発煙筒をゴール前に投げて、で、まあ、視界悪くしてゴールなんかちょっと邪魔するみたいな、そういうのとかはありました。まあ、日本じゃ発煙筒なんてありえないと思う。ガンガンあっちでやるんだ、発煙筒でも普通に見えないんですごいヨーロッパっぽいなっていうのを感じました。それでも試合は続行なんですか？はい、続行っす、普通に。あ、いつものことではないな。まあそんな感じなんでしょうね。なんかまあでも普通に5分ぐらいすればすぐ消えるんでおもろいっすよ、自由なんてもんね。ただね、キッカーからしたら全然仲間も相手のキーパーもディフェンダーも何も見えないから、いや、ほんとやりづらいと思いますよ、あれは。すごいっすよ。まあ、ある意味今ね、ヨーロッパのトップクラスの選手たちっていうのは、多分若い頃とかそういったところで多分揉まれてきてのっていうのもあるのもかね。そうですね、まあ日本だったら18歳で高校を卒業してから J リーグのチームに入って、で、じゃあなんか徐々に出始めるとか、そういう感じ、大学卒業してとかあるんですけど、まあ、世界は本当10代ちっちゃい頃から本当どんどんこう いいクラブに買われて、やっぱみんなやってるんで、まあ、そういう世界なんで、全然日本のやっぱあのサッカーのこう意識っていうのとは全然違うんで、みんな揉まれてるし、10代のやつらでもどんどん自分の意見言うし、だからそういうところは本当生活とかもかかってて、そういうやっぱ人間なんか国民性っていうか、そういうのも出てるんじゃないですか。じゃあ松原君自体はまあその中にいて、なんかちょっと日本が恋しいなとか、そういった思いって出たりはしないですか？あったっけな。いや、なんか日本の方がこう例えば道路とかも綺麗だし、こうなんか街並みとかもなんかちゃんとみんなゴミとかもちゃんとまあ基本捨てるじゃないですか。だからあっちの人たち、まあ運転とかもこうみんな穏やかじゃないですか、普通に。まあ静岡は大体普通に、だからあっちはみんなもう自分中心的なんで、どんどん車とかもガンガン前入ってきたりとか、まあ荒いっていうか、まあそういうのもあるし、なんかあんまり思いやりっていう精神があんまりないんで、多分そこは日本の人間性っていう部分では、なんか日本が特徴的なのかもしれないですけど、やっぱ自分が良ければいいみたいな感じなんで、みんな。まあそういった意味では別に苦労はしてないですけど、まあ日本っていい国なんだなっていうのはすごいマジで思いました。ただまあ考えようによってはサッカーをやる
精神魂みたいなところはそっちの方も持ってないとみたいなところはやっぱりあるんですかね、そこの。まああるかもしれないですね。まあでもあっちでやった方が絶対サッカーはいいなっていう感じました。で、同じチーム日本人選手全部で4人ですかね、松原君これで、はい、だからこの4人との関係というのはどんな感じなんですか。みんな仲いいですよ。特に鈴木優馬とかは結構いろいろ旅行行ったりとかもして、飯とかも一緒にほぼ毎日食ったりとかしてました。周りに日本人選手がいるってのはやっぱり自分自身もちょっと心持ち違ってきますか。まあそこは本当日本人選手がいて、まあ初めて違う文化っていうか、違う文化とか違う暮らしとか、まあ、違うチームに行ったんで、そういった面ですごい助けられた部分はかなりあります。じゃあとりあえず今シーズンはその中で一応、まあ、シーズンは残念な形で終わってはしまったんですけども、今後どういった目標を持って臨んでいこうと思ってますか。まあ、ちょっと試合っていうか日程はどうなのか分かんないんですけど、まあ新シーズン始まったら、まあまずはしっかり、レギュラー取れるように、まあ指導からしっかりアピールして、まあ試合に出て、しっかり安定したプレーして、まあできるだけ早くステップアップして、どんどんまあよりいいチームにやっぱり行きたいですし、その中に日本代表にも入っていきたいなっていうふうには考えてます。ワッフルうまいっすよ。多分普通に日本で食うワッフルと全然違うなっていう感じもした。やっぱり本場ですか。本場はやっぱすごいっすよ。全然違います。めちゃくちゃうまいっす。具体的に言うとどんな感じですか。なんつうのはなんか日本で食うワッフルあんまり食べようと思わないじゃないですか、日本で売ってても。なんていうんだ、なんかちょっともちっとしてて、サクッともしてて、そんな感じですか。なんて説明したんだろう。結構鈴木選手とかとも一緒に食べに行ったりするんですか。ああはいはいはい、よく食べてました、ね、なかなか日本で男子同士でワッフル食べに行くってないですよね。ないっすね。なんか屋台とかで普通に売ってたりするんですよ、うんうんうん、でだからちょっと買って食べたりとか、はい、お気に入りの食べ物はワッフル。なんか大体聞かれたらワッフルって言ってますよ。まあ、ベルギーといえばほぼイコールワッフル。いや本当にワッフルが印象的なんで。ちょっと街並みだったりその観光名所だったりそういったところだとどんな感じですかね。まあグランドパレスっていう、まあ、世界遺産に、まあ、行きました。すごいなんかあんまり俺はなんか特にあんまり感じなかったですけど。まあでもすごいいいところでした。本当あんまりなんか感じないですよね。なんか自然とか街並みとかでもなんか。でも自分が住んでるところは本当に結構ちょっと田舎の方なんで、すごい自然豊かなところもあるし、みんな結構穏やかなんで、人間性も結構まあ年齢層は上の方なんで、すごいいいとこですよ。まあご飯屋さんとかもいろいろなんかギリシャ料理とか、まあ、イタリアンとかもあるし、まあレストランとか、まあ自分がよく行くレストランとかはすごい自分がずっと結構通うようになってからいろいろ行ったらなんかいろいろサービスして出してくれたりとか、すごい気遣いしてくれて、すごいいい人だなっていうふうにすごい嬉しい出来事でした。あと
でまたサッカーの話戻っちゃいますけど、日本人ってベルギーってやっぱり世界ランク1位の国っていう、ね、はいはい、印象っていうのもありますけども、なんかそういったところのなんか感じるところって何かありますか。やっぱ世界ランク1位っていうのもあるし、ベルギーリーグ自体、まあこの外国人国籍の制限ないんで、だから本当にいろんな人種の選手がいるんで、もうアフリカ系だったらアフリカの中でもいろんな国の人たちがいるし、南米の選手もいるし、ヨーロッパの、まあ、アジアの選手もいるし、まあ、自分のチームだったら韓国代表でワールドカップ出た若いやつとかもいるし、ブラジル人とかアルゼンチンの U23 のオリンピックのキャプテンとかもいるし、本当になんかいろんな、まあ、語圏でみんな集まるんで、こうスペイン語圏とかフランス語圏とか日本語圏とか、なんか、まあ、すごい面白いですよ。なんかそういった面で本当レベル高いですよ。本当なんか無制限だからこそいろんないい選手、若手のいい選手とかが集まってるんで、ベルギーのリーグはそれでどんどんプレミアとかイングランドとかスペインとか、ドイツとかにどんどん変わっていくんで選手は、うん、まあ立地もいいし、こうみんなスカウトマンとかもこうすぐ来れるんですよ、車で。だから見られやすいっていう部分もあるし、本当にそう考えたらめちゃくちゃいいクラブですよ。あ、いいリーグっすね。静岡の皆さん、松原浩です。まあ今はとても、コロナで厳しい状況で、まあみんなが辛い思いされていると思うんですけど、まあ自分は自分なりにこうベルギーでまた、試合できる時が来たら必ず結果を出して、活躍する姿をやっぱ静岡の皆さんに、いや、見ててもらいたいですし、そういう姿を届けたいと思ってるんで、まあ、僕も頑張るんで、皆さんも一緒に、ここを乗り越えて、まあ、充実した生活が送れるように頑張っていきましょう。